どうもお疲れ様です。真姫大学の特別講義でございます。今回はね、潜在意識と潜在意識の差について、ナミさんの方から動画の方を送っていただいたんですけども、えー、私もね、潜在意識と潜在意識について、実はこの1年ね、トレーニングを受けてきたんですよ。まあというのがね、まあ、キックボクシング格闘技で潜在意識と潜在意識を使い分けていくっていうことがね、えー、ありまして、これがね、 あのビジネスの世界でもそのまま通用するんですよね一言で言うとそれは習慣なんですよ習慣っていうのはいきなり入れ替わったりしないんですよねえ例えば毎日毎日 YouTube の動画更新をしようかなというふうに決めていてもこれが習慣化するまでには習慣化させようという意識をね3週間大体持たなければいけないそうなんですよ、まあ、具体的に言うと「今日から YouTuber になるぞ」っつったらね YouTube の動画更新をしますよね で、今日動画を2本3本撮ります次の日も2本3本撮ります最初のうちはねやる気があってモチベーションがあるんですよでもだんだんと忙しかったり疲れたりネタがないとかでやらない日が出てくるんですよねまあ、そうなるとやっぱりやめていくって方向になるんですけども大体いいね意識をして健在意識で健在意識で意識をしてやるぞっていう風に無理やりでもやっていくことを3週間続けるとそれが習慣化して体が一人でに動いたりとか これをネタにしようっていう風に、潜在意識がだんだんと潜在意識になってきてね、無意識のうちにカメラの前で喋っていたりとか、動画を撮影してるみたいなことになるそうなんですよ。だから、潜在意識っていうのはね、習慣のことなんじゃないかなと思いますし、潜在意識っていうのは、意識しなければできないことなのかなってとこですね。で、これが格闘技において、どうやって応用できるかっていうとね、最初はジャムとかフックをこうやって出すわけですよ。 で最初のうちはまだね肩ができてませんからトレーナーさんにまっすぐパンチを出してで同じスピードで引くんだよとかね拳はこういうふうにいくんだよとでガードはその時に高く上げてるんだよっていうのをいちいち指導を受けるんですよでもずっとやっていくうちに「ちょっとパンチ出してみて」っていうふうにトレーナーさんに言われるともうすぐにスッスッスッとできてるんですよねその時はもうすでにえっ、ー、とパンチの位置はここだったよなと。 そしてな殴った時にはこうやって引くんだよなっていうふうに考えずにもう無意識のうちにできるよなっていうぐらいですよこの一連の動作がコンビネーションって言ってパンチパンチパンチそしてキークみたいな感じをねもう最初にやるぞって決めて構えた瞬間にタタタッっていう出るわけですよねそうするといきなりどっかからね殴りかかれた時でもとっさに体が動いてまさに潜在意識が反撃する防御するかわすってことができていくわけなんですよだから格闘家ってののは一瞬のうちに 様々な動きをしたりとかいちいち一つ一つね相手の動きを見て考えてるわけじゃないんですよ潜在意識が体を動かすんですよねで気が付いたら勝負が終わっていたみたいな感じですよね、まあ、つまり潜在意識と潜在意識ってのは、まあ、実はね境目がこう動かすことができて最初は潜在意識で意識してやるんだけども意識してやり続けるとそれが無意識でできるようになるという、ね、潜在意識の領域に来るわけなんですよね。まあ、皆さんもそういういいい経験はあるんじゃないかなかと思います ね、例えばね何かをしながら電話ができたりとか、まあ、テレビを見ながらなんか別の作業ができたりっていうのはやっぱりねながらみっていうんですかどっちかが潜在意識に動かされて意識しなくても手が動いたり、まあ、口が動いたり頭が動いたりするっていうところなのかなと思いますね。はいということでね最後まとめになりますけども無意識にいろんなことができるようになるためには最初は意識してそれをやり続けるっていうねそれが大体3週間。 そうすると潜在在が徐々に潜在意識に潜込まれていくそうなんですよ。そして今度はこのねせっかく潜在意識にすり込まれたものをやめてしまうとこれがですね潜在意識が今度は潜在意識の方向にまた戻ってきてしまうっていうことなんですよね、うん、だから勘が戻るまでにしばらくちょっと時間がかかるよねみたいなことがありますよね昔部活とかやってた方は久しぶりに例えばねあのバスケ部に入ってた方が 久しぶりに10年ぶりにバスケをやると最初はちょっとね顔を取り戻すためにトントンとねドリブルしてみたりとかね走ってみたりとかねやっぱりこうフィールドの感覚とかもつかめないといけないですよねうんまあ、そういった形で潜在式健在式はこうよく動くんじゃないかなというところでございました。えー、参考ででございますそれでは